はい、校長先生よ。みんなお家のお手伝いしてるかな。簡単に家の掃除、みんな遊んだ後、勉強した後、掃除お手伝いも頑張ろうね。それではこれからも勉強して掃除もして、皆さんお待ちかねの FC 大阪の体育の授業で一日頑張れ。皆さんやっほー、こんにちは。北海道でダンスを教えている後藤先生です。今日は、皆さんと一緒にかっこいい曲に合わせて一曲ダンスを踊ってみたいと思います。一緒に楽しんでいきましょう。レッツ体育。ではまずステップの練習から始めていきましょう。全部で3つのステップを使っていきたいと思います。まず1つ目、足を大きく開いて始めましょう。両手で拳を作って、そこから手を開きながら丸を2つ描きます。そしたら足を閉じて、左に丸を2つ足閉じてサークルを描いていきます。体全体で丸を描けるように意識してみましょう。これがまず1つ目のステップです。次2つ目は横の移動になります。一歩一歩二つ移動、一歩一歩二つ移動、繰り返します。足だけでももちろん大丈夫です。慣れてきたら拳を作って力強くかっこよく動けるように意識してみましょう。これが二つ目のステップです。そして最後3つ目、前に移動しますよ。足を開いてまた拳を作ります。上に向かって小刻みに肘を動かしながら4つ前に進みます。そしたら真ん中で止まって1、2、3、4、1、2、3、4、この足に手をつけてクロス、開いてクロス、クロス、ちょっと頭を使っていきます。そして後ろに4、3、2、1、開いて閉じて開く、閉じて開いて閉じる。手が難しかったら足だけでも大丈夫です。では曲に合わせて一緒にやってみましょう。What you gonna do with this? What 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 you gonna do with this?
L to the A N to the A double R to the M A C to the L, yes, sign to the N. We do it like this all day. Now what you say that you gon' do? So you tryna get with my crew? How the fuck do you figure you can't do the things that we do? 'Cause it's the E N to the I, C N to the A. Yes, we rip flows like this crazy Leo. OK! ナイス！皆さんどうでしたか？かっこよく踊れましたか？ぜひお友達にも紹介して一緒に踊ってみてください。また会いましょう！またね！